はい、じゃあ対チムさん対自爆さんですね。チムさんの方がセタハタ、自爆さんの方が、織田信秀が入っておりますね。鍋の方以外全部新カードの、先駆者のラツワンデッキですね。対してチムさんの方が、バージョン 1.1 から続投しておりますセタハタ。新カードは、内藤さんと小山田さんしか入ってないという。さあ、ある意味あの新カード VS 旧カードみたいな感じの構図になりつつあるデッキですね。じゃあ、織田信秀ではですね、あの前回の大会も出てきましたけど、士気が多いほど武力が上がるっていう、あの三国志でどっかで見たような感じのあの計略ですね。あ、我が軍の力に仰天せよみたいな感じのが。さあ、キムさん対自爆さんの試合始まりまして、ラインを上げていくキムさん。ここで、内藤さんが猛襲を踏む。もう伏兵じゃなくて猛襲なんですね。これもうあの猛襲って結構存在忘れそうになるんですよね、これ。なんででしょうね、これあの武力ばっか、じゃあ統率が低く見えるからやっぱり忘れがちになりそうと言いますかね。さあ、カウンター気味で自爆さんがラインを上げていき、大筒を奪う。さあ、笹正嗣が矢倉を壊しに行くが、武田信玄がそれを妨害。あ、猛襲、猛襲実は8枚ぐらいしかない。あ、猛襲少ないんですね、これ。まあ確かに猛襲って言われてみればそんなに多くないイメージですけどね。あ、そっか、猛襲ね。さあ、開幕一発入れたのは自爆さんの大筒。さあ、キムさん再び大筒に着火してさらにラインを上げる。さあ、自爆さんの大筒を奪い返してどんどん後続がラインを上げていく。ここで笹正嗣が繁盛の構え。さあ、どんどん柵を壊そうといったところで、ここでセッターハッター。さあ、今回セッターハッターは、大した調整も入ってないみたいですけど、ここで、キムさんもう一発大筒が入る。さあ、ほぼ全員が城に張り付きつつある状況で、岡田を倒し、さあ内藤さん、あーとここで木曽さんが刺さってしまった。さあ、柵を壊したところで、誰も撤退しないうちに帰ってきたという感じですかね。さあ、反対に、自爆さんの方がラインを上げていく。さあ、城に張り付こうといったところで、ここで、織田信秀が先駆者のラツワン。これは、さらに陣形メイド道ですか、統率を上げて張り付く感じでしょうかね。さあ、武力中、あーもうこれ武力上昇値でかいですね。さあ、返すキムさんがセタハタを使い、さらに雨の幅切り。武力上昇値だとあれにはかなわないですからね。さあ、自爆さんの方も負けじと長船。さあ、長船で両者武力を上げたところで、それでも、やっぱり最大武力は先駆者のラツワンの方ですか。さあ、柴田勝家、木曽に連突されてもびくともしない。やっぱ統率は偉大ですね、これ。
今刺さったんですかね。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。さあ、お鍋の方が弓で連絡マウントを取っております。さあ、柴田勝家まだ動かない。これ統率、そんな統率上昇値でかいのか。これやっとこそ柴田勝家が統率ね、上げたまま倒れたってことです。あ、はい、コミュニティありがとうございます。はい、大門奥の方の試合終わったところで、これ雄大さんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、キムさんが、さらにどんどんラインを上げていき、さあ、工場持ちの武田信玄で小口に入った。さあ、この小口が通るか否かで今後の展開が大きく変わっていきますが、ここで本丸攻めが通ってダメージは絶大。ここぞというところで本丸攻め通りました。さあ、本丸攻めが通ったところで、ここでセタハタ、対して、織田信秀先駆者のラツワン。さあ、これが最後のぶつかり合いになるところでしょうかね。19カウントですから、もう一押し欲しいところですが、さあ、自爆さんこちらでしのぎきれるか。さらに内藤雅人よ、用輪の采配どんどん重ねていきます。さあ、ここらで工場をもぎ取りたいところですが、さあ、地層の連突でどんどん落として、大筒が入る。ここで、西名じゃないか、これなんて言うんだ、星名さんかなんかが、縄文入りましたが、ここで残り10カウント、織田信秀を倒し、星名も撤退。はい、星名ですね。はい、ありがとうございます。もう長いこと見てないとね、カード忘れちゃうんですよね、読み方。さあ、残り7カウントで、キムさんの方の小口も開いている。ここで、柴田勝家が鬼の進撃。さあ、小口に飛び込むか、大筒が入り、小口に入るかというところで武田信玄が阻止。残り1カウントで、小口に入れず、こちらでキムさんの勝利となります。はい、西名じゃなくて星名、あ、西名星名違いますよね。はい、すいません、ありがとうございます。